片タは、中華民国の軍人。国民革命軍の指揮官として、北伐、日中戦争、国境内戦などに参戦し、また、人生の側近とされる。字は、アマネイツ。合白女。小立監州第四中学を卒業後、1924年に、広補軍官学校第二期公平科に入学し、翌年卒業した。 卒業前後から第一次、第二次統制や流進官、要望み便討伐に従軍している。その後国民革命軍に加入し、北伐にも従軍した。1929年1月、法典は第三市特別東部執行委員に就任した。1930年に、第18軍第14師第81団団長に昇進し、同年冬から、 陸軍大学生速犯第11期生となる。在学中の1934年2月に陸軍大学特別東部第1期監察員候補を務め、翌年に卒業した。1936年、法典は第14市第40度旅,旅町に昇進し、さらに関東省に移駐して第18軍軍市共同総体総隊長を兼任している。 翌年5月、陸軍少将区組を授与され、第11市副市長に昇進した。日中戦争が勃発すると、法典は、上海方面での日本軍迎撃に参加した。1938年夏、第185市市長に昇進し、武漢防衛戦に参戦している。さらに1940年5月、夏目よ、海戦に参戦し、同年12月には、 第18軍軍長兼よ、どもえよう守備司令に昇進した。1943年5月、学西海戦に参戦し、同年8月には、昆明に移駐して、第54軍軍長となった。9月には、第11集団軍副総司令も兼ねている。1944年4月、第20集団軍副総司令に移る。同年8月には、 国民政府軍政部軍務司示長に任ぜられ、翌年1月、軍政部軍務所所長となった。1946年6月、法典は国防部第五町長長に任ぜられ、国民革命軍の編成、装備、訓練を主管した。同年11月、参謀次長代理に任ぜられ、さらに翌1947年4月には参謀次長に正式に任ぜられ、 参謀部長陳政を補佐している。1948年8月、国防部中央訓練団、第1陸軍訓練所所長に任ぜられ、9月には、調査水税交渉副主任を兼任、陸軍中上区組を授与された。1949年1月、厚生省政府主席兼厚生水税交渉主任に任ぜられる。6月には、監修式書、主任、8月には、 家中軍政庁観光所政務委員会委員も、兼任した。同年末、国境内戦での完全な敗北が決まり、台湾に逃亡している。台湾での法典は、台湾革命実践研究委員、第25期を受講し、その後、総統府戦略顧問委員会委員、国防部参議を歴任した。1964年8月、 国防会議動員計画局副局長に任ぜられ、1967年3月には国家安全会議国家総動員委員会副主任を務めた。中国国民党でも第11期から第13期の中央、評議委員会委員を務め、また国民大会代表にもなっている。1991年4月24日、台北市にて死去、去年90、 ありがとうございます。